はようございます。アラカンチャレンジャー青さんです。今日は2022年1月30日日曜日です。時刻はただいま9時28分です。1月ももう終わりになってきましたね。今日が1月のラストランになると思います。月間目標120キロにあと9キロほどなんですが、週間目標30キロにはあと12キロ足りておりませんので、今日は最低でも12キロは走っていきたいと思います。いつものように、南蔵王町を出発しまして、今日は、福山城をまずは目指したいと思います。それでは行ってきます。今日も手持ちの一軸人格に iPhone、 今日は 5S、 モバイルバッテリーで充電しながら有効性で撮りたいと思います。ポーズ中です。
町4丁目です。会館前出して、ね、1丁目に入りました。26秒、平均ペースは7分28秒。1キロ通過しました。1月30日は大学の尊敬する先輩であります宮森さんの誕生日ですね。今日還暦を迎えられました。誠におめでとうございます。これからも元気で頑張ってください。私も頑張ります。
よろしくお願いいたします。またお会いしたいです。深地随分は見えてまいりました。続いてです。1.5キロ通過しました。就活になりました。東から西に向かって走っています。西深津1丁目交差点は西深津町4丁目交差点です。これ越えたら4丁目だ。
三好町4丁目三好町に入りました。いや、もう増えました。
東町三丁目になりました。しました。恵比寿町というか大黒町の、まあ、商店街ですね。こちらの道路が特徴あるんです。
秒進行かかりますね。サンホテル福山さん、サンステ福山。サンステーションテラスでサンステ体育館。昔は北口って言ってますけど、今は福山城口かっこ北口に。進中ですけど、ちょっと行けるとこまで行ってみましょう。通されてますね。あ、残念。あ、だけど向こうに、ね。
立場で固められた囲まれた福山城が見えます。イメージ東側にあの黒い鉄板を貼り付ける、東は西側か、これ後ろからだな、お城ローラローラちゃんですね。終戦のこと、コロナの福山も大空襲になりまして、その時に焼け落ちちゃったんですね。よく再建してもらって福山藩初代藩主の水野勝成公によって築城されたということです。現段ペースが30分になってました。キロ30分ですよ。あ、新幹線がちょうど今行ってますね。広島方面に向かって福山行ってですね、前は福山グランドホテルがありました。私たちそこで結婚しておりますけど、今ありません、ね、福山ニューキャッスルですね。こちら東横インと福山も非常にあの出張で来られる方が多いので、ホテルの需要はかなり高くて、もうほぼほぼ平日は埋まってるんじゃないですかね。あ、今広島から来た新幹線がホームに滑り込んでいってます。あ、ちょうど埋まってたのかな、今出発したとこみたいですね。岡山、大阪方面に向けて出発していきました。ここも見られる、よいしょよいしょ、
石垣は昔のまま残ってるんですよね。復讐したんでしょうね。福山城が燃えてるってなると福山城も燃えてますもんね。いやー、もう戦争が嫌だなって。そうですよね。あれはもう本当に独裁者になりたい。4.2キロ、ランニングを再開します。せっかくなので福山駅の南口のホームに回ってみましょう。キャスパの跡地ですね。何ができるんでしょうか。福山城のシンボル、平戸市伝中先生さん、釣り人ですね。どうが釣り人か。
釣り竿を持って帰った大バカ者がちょっと前にいました。勝つ。車両進行が非常に長いことで、走行距離は 4.5km、 1km あたりのペースは16分40秒、平均ペースは8分10秒。修理の提供なしは痛いよね、さっちゃん。早くこれ解除してほしいね。福山店です。福山の昔そごうもあったんですけど、もうだいぶ前に閉店して、今福山の百貨店はこちらの転売のみになっています。福山駅前交差点です。福山その向こうに石川ピッツァのチンパ1日まで週に提供なし。でもこの1月31日はまた伸びるんですよね。うん、でもその元気に営業しとるけね、来てねってね、おでんとかすごく美味しいんですよ。ロールキャベツにね、ここはね味噌だれが名物なんで、それかけて食べるとすごい美味しいですよ。
ンスタンドなんですけど、シュート休業中です。5キロに到達しました。都道線との交差点です。商店街です。中央図書館です。おしゃれなカフェですね。学びの館ローズコム福山市中央図書館と福
福山市生涯学習プラザになります。中央公園です。南町になりました。ここ歴史のある戸端焼き屋さんだったんですけども、ね、この老舗は小敷さんの旦那さんにお辞儀すると非常に低い出入り口ですよね。お辞儀しないと入れないということで、こういう石の看板といいますかね、これ見ると熱くなってます。なくなってもね、もう随分経ちますね。非常に残念です。昔よくお世話になったスナックのフィノ、ね、新社ってやつのフィノがあります、ね、そちらも辞めちゃったんで寂しい旅です。
今日は途中歩いたりしたんで、もうペースはもう遅いでしょうがないですね。そしてバラ公園に到着しました。さっき JR 福山駅に書いてましたよね、バラ公園口。そのバラ公園がこちらになります。たくさんの数のバラが植えられてます。私がよく行く春日駅公園もたくさんのバラがありますけど、なんたってここは一番です。バラのトンネルですね。毎年5月に開催されるバラ祭り、今年は無事開催されることを願ってます。これから緑町公園にも行きますけど、そちらも非常に大きいバラ園とかバラの花壇があります。今見えたんですよ、鳥料理の鳥つですね。ここにですね、焼き鳥最高っすよ。すごく歴史のある建物でやってらっしゃいますけど、味は最高っすよ。ここの焼き鳥は最高です。テイクアウトもやってらっしゃるので買いに来ない。ローズアリーナが見えてます。臨時休業ですって、持ち帰りメニュー表と注文表がありますね。持って帰ります。府中新町です。広島は府中町ですけど、福山は府中市です。
福山というね、広島県東部にある府中、阿府中市でございます。公園前交差点に着きました。取り壊され公園となっております。なんか長いそう、現在地区といってモニュメントが天の恵みっていうんですね。あの塔のようなもの、確か JFE が寄贈したと記憶してます。でその奥にあるのが屋内競技場のローズアリーナで、その向こうには飛び込みプールもあって、夏はプールになるんですけど、大変広い公園です。ここは確か一周約1キロ、あのランニングする方も非常に多いです。じゃあ実際走ってみましょう。今が 6.58 キロですね。はい、じゃあスタートします。緑町公園では毎年4月に福山市民発表会主催による駅伝大会が行われてまして、私も1回だけ出たことがあります。その時は1キロ1周を私としては驚異的な4分で走り切ったという記録がございます。
7キロ通過しました。5S の保存容量がなくなったので、さっきのが録画できてないみたいなので、もう今 iPhone SE2 に、カメラを切り替えまして、これからもう一周ここへ走ってみたいと思います。行ってきます。シークジンバルのモーターのバッテリーもつけたみたいなんで、今モバイルバッテリーから給電しながらやってます。
8キロ通過しました。スイッチの方が綺麗っぽいですね。そう変わらんだろうけどね。してきました。ちょっと大回りしたから今回ちょうど一周 1000m 1キロぐらいでございました、はい、今 8.5 キロ来ましたんで、これから自宅までが4キロぐらいあると思うんで、目標の12キロは達成できそうです、はい、それでは家路に着きたいと思います。んー何遠くてもたどり着いてみせる。浜田省吾の家路でございました。
今9キロ到達しました。緑町公園を後にして家に向かいます。9.5 キロ通過しました。松ヶ原かな。松ヶ原があったり、竹ヶ原があったり、花がつく地名が福山で何個かありますね。なんかの端っこいう意味なんかね。こちらの大きい建物は福山市立大学です。家ですね。ここはほとんど海水のはずです。
込むんで 1.5 キロぐらいかな。いいラン、片道 1.5 キロぐらいのいいランニングコースです。10キロ到達しました。通過しました。
をちょっと6分切るペースまで上げて頑張ってみました。ちょっと休憩。11キロ行ったとこです、時間は今11時11分ですね。スタートして1時間以上経ってます。もうちょっと頑張るべ。おう、リオ橋が見えてますね。ここの道って車通らなそうなんですけど、実は通れるんですよね。ここ通る車ってね、結構急いでる車が多いからスピード出してくるんですよね。ゆっくり走れやっちゅうことです。11キロで渡しました。福山パークレーン昨年閉店されました。ほらやっぱ車来た。この車ゆっくりでええ車です。
丁目の桁下が13メートル。家大橋、今日は分かりません。ここは手代町ですね。南手代町4丁目です。こいつ絶対人をおちょくっとんすよ。北爪交差点です。こちらが伊根大橋です。これまっすぐ行くと福山駅の方に行きます。信号が変わります。レッキロ到達しました。今週のノリアもノルマもクリアしました。こちらが手代小学校ですね。
建産業さん福山営業所です。天気がついてますね。12.5 キロ通過しました。ちょうど変わりそうですね。休憩できますね。明神町1丁目です。13キロ到達しました。
はい、上がりました。下りはゆったり降ります。大変大きい市場です。生花、生肉、鮮魚があります。3.5 キロ到達しました。信号無視。
14キロ到達しました。はい、ゴールです。